ジャパンタウンはサンフランシスコのウエスタンアディションにある6、平方ブロックの地域。日本や韓国、中華のレストラン、スーパーマーケット、ショッピングモール、ホテル、銀行、木の国や書店の支店など多数の店がある。ポストストリートが大通りで、中心には1968年開設のジャパンセンターがある。パゴダは大阪の人々によって寄贈された。 カリフォルニア州北部最大の日本町で第二次世界大戦前からある日本町日本の真珠湾攻撃後、アメリカ政府は日系アメリカ人を強制収容所に収容した。その後軍需産業を探しに来たアフリカ系アメリカ人が居住した。戦後一部の日本人は戻り地域の再復興を。 行った1960年代から1980年代の大規模な再開発の時期に多くのアフリカ系アメリカ人は今日の居住地西部フィルモアディストリクト東部テンダーロイン南部ハンターズポイントに移動した同時に多くの日系アメリカ人は戻り新日本移民の移住日本政府企業による投資が行われた日本人のサンフランシスコ移住は 19世紀末に始まり、1884年には約200人、1886年には両時間調べで約500人、実際には1000人近くがいた。ありがとうございます。